さあ始まりました、ラスアイよろしく、司会の霜降り明星です。お願いします。お願いします。さあ先日発表されましたラストアイドルの活動終了、はい、それを受けまして今夜のラスアイよろしくは、はい、ラスアイメンバー全員集合永久保存版ラストアイドル歌謡祭。迫力すごいねんな、久しぶりね、うん、確かにすごいな、全員集合ってなかなかなかったから、うんうん、確かに。あのもう今日は気持ちを込めてラスアイよろしく最終回なので、うん、あの頑張ります。この馬もうこれファーストコンサートの時に見て、なんかすごくそれがエモくて、今回はあのサバイバーの衣装ということで、みんなが団体行動で頑張って歩いた時の絆を思い出して一致団結して頑張りたいなって思います。いいね、うん、さあそれではラスアイ歌謡祭早速参りましょう。はい、ラスアイよろしく最終回、たくさんの感謝の気持ちを込めて頑張っていきましょう。ラストアイドルいくぞラスアイ歌謡祭1曲目、歌い、泣き、もがき、戦い、掴み取った曲です。聴いてください。ブレイクアレッグ。国じゃないけど走らなきゃいけない、バトルもちゃんとみんな一斉に並んだらそれなりに覚悟だって生まれるんじゃないか、多分隣を見たらずっと走り出したり、もう走るのやめてたらいいかな。人生ってのは自分勝手で思いつくまま生きればいいんだ。つまり何かスタートピストルはならない。一つ言えるのはブレイカーレーク、ブレイカーレーク、ブレイカーレーク、やるしかない。そのことはどうでもいいから行きたい方向へ、ブレイカーレーク、ブレイカーレーク、ブレイカーレーク、自分なりにだってきっと人それぞれ違うゴール。君のなぜゴール。ラスアイ歌謡祭2曲目、前向きに生きていこうと思える素敵な曲です。聴いてください。独り言の存在証明。信号にせかされたって横断歩道は走りたくない。トラックのドライバーが涙出して心地見てる、そうは誰かが誰かに何か言いたい時代、他人のことなどどうでもいいのに、自分のことだけで精一杯だよ。人様のことは興味ない、お互い勝手に生きたいように生きよう。だからつぶやく、息を吐くんだ、クラクションのうるさい街で一人ごとでも一人の存在証明。感情的に心の中のモヤモヤしたもの。
歳歌謡祭3曲目あのセカンドシングルユニットバトルで初めてシュークリームロケッツが表題曲を取った曲です。どんな時もこの曲を聴いてそしてすごく私の中で一番大切で思い入れのある曲になっています。セカンドシーズン初めてのユニットバトルがむしゃらに歌もダンスも練習してくしゃみの研究もたくさん重ねて私にとって思い入れのある一曲です。君のアーチュー聴いてください。初めて履いて落ち着かないのはどうしてだろう。真っ白なままでいられやしない。いつか破れてしまうこれからの道。少しずつ嘘と現実妥協しながら誰の大人になるんで流され春色の日差しグレーの制服期待しなかったこの世界にも揺らかなものがあるって僕は知った知っただけせアクション。アクション。君が君なく寂した瞬間にまるで時が止まったように終わりすぎて果たしたよ。アクション。ラスアイ歌謡祭4曲目一期生の強さの証です。聴いてください。好きで好きでしょうがない。好きだ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 
動画の続きはここをクリック。